わ、スモークツリー、そしてアジサイがいっぱいですね。ここはなんだよ、俺アジサイだらけだね。はい、おはよう。今日は、ね、おはようございます。注文が多いんですか。そうですね、なんか今まであの母の日で、あとにちょっとみんな後にしてもらってしましょうねっていうのがたまってそれを、はい、今日ちょっと一気に。例えばどんなのが今日注文が、この辺のアリカヤシとか、あとこの辺のアジサイ、なんかあの入浴施設のとこでアジサイお客様に収めるアジサイが、うん、注文が多かったと、うん、そうですね。あ、母の日前に受けてた注文を後にした、うん、今日にして、はい、今日割ってからにしてもらって、回ってますけど、あの注文を下ろしてるところだから別に説明いらないです。早回しで多分。はい、どうもこんにちは。ですね、今日は本当に、母の日で、皆さん、花屋さんが、ある程度もう売り切って、なんかどこも売れたみたいで、それで、注文、うちもね、母の日前から注文を受けたものがなくなって、注文を、受けてたものが今日仕入れてきたんですけど、でも下ろしました。で、店の方も空っぽに近いんですね。どこも空っぽで、で町も皆さんね、彼女でもらったりあげたり、まあ花でちょっとね、遊びするとは思うんですけども、そこ花屋さんがね空っぽなんでね、市場の方がすごい盛り上がったんですよ。そこ皆さん旗を干している花屋さんが多くて、盛り上がっておりました。母の日以上に盛り上がっておりましたんで、ニューカレオも今日多かったよ、だからデータ見たら多いですね。やっぱり観葉植物とか、まあ、贈答用にふさわしくないものをちょっと控えてたみたいな、あで、そういうのが一気に出てきたんで、あま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 あ、もうこの先の話に出るけど、花苗とか値段高かったね。高かったですね。それはその後に、まずどんどん行きましょう、うん、どうぞ。はい、じゃあ行きますね。今日はうちもね、観葉植物ちょっとね頑張って入れてきましたんで、6号サイズのミックスです。いろいろ入っておりますよ。こんな感じの観葉です。これはもう中に入れちゃってください。でね、ちょっと他がいろいろあったんで、今日はね、この辺のサイズはちょっと控えております。今日はアルティシマ一つ、今日ね、こんな感じでカメラも変えたんで、で意外と高かったんでね、来週ぐらいから少しね落ち着くと思うんで、ただね、そういういろいろなものは来週からということです。そしてね、スモークツリーがね本当に年々少なくなってます。まあ、切り花は出るのかもしれないですけど、ね、鉢はね非常に一つの大きな生産者が全部病気でね、もう出荷アウトらしいです。で、まあ2番手3番手がこうやってね頑張って出しては来てくれるんですけど、ほとんど注文でなくなっちゃいます。大体手にかかないです。こんな感じで2つだけね、8号から9号サイズ、はい、私は、うん、この辺で2つ入れていきます。はい、ちょっと早もがちですんで、注文もかかんなくなると思いますんで、欲しい方はぜひ。はい、スモークも、うん、切り花もねちょろっとずつ 赤から出始めてきました。赤がやっぱこれで倒れないようにちょっと下にでも置いておいて一回。はい、道断ツツジもね欲しいかって方が多いんで、今ですよ、道断ツツジもね多分この季節なくなって、終われば多分鉢に関してはもう出なくなる恐れがあります。はい、切り花はねどんどんこれから出るんでしょうけど、鉢は今からですからね。はい、はい、です。あ、今だけだと思って言ってください。はい、そして空手屋が今になってまた出荷がね、結構豊富になってます。こちら長島さんのね、いろんな本当に空手屋作ってる方です。ちょっとね人気どころの1種類だけ入れてます。はい、はい、です今日ちょっとスピーディーだよね、納品がこの先あるからあったりお客さん来たりするから、はい、いいです、スピーディーにガンガン行きましょう。ちょっと皆さん興味渡してるんで、時間もお客さんを待たせて、
これはちょっと一瞬ちょっとまたね、インスタでしっかり紹介したいなと思うんですけど、ちょっと可愛いのがあったんで、コウモリラン的なこのプラティセリウム、プラティセリウム、まあちょっといろんな別名を持っておりますんで、ちょっといろいろあるんですけど、はい、こんな器も可愛いです。はい、はい、いっ、うん、外で、な、中だね、中、中、中。はい、これ激痛、激痛はシルクジャスミン、このね可愛さが何とも言えないんですが、ちょっとこの大きいのがねあんまり出ないので、ちょっと出たタイミングで出てます。激痛の次はシマトネル、そうです。あ、どうぞ。はい、そう、非常に似てるんですけど、シマトネです。シマトネのモリモリスナック、かっちょいいですよ。はい、ちょっと8寸が欲しい方いたんですけど、8寸が小さかったんで、すげえな、うん、これはすごいすごい。尺八のちょっとこれはね、シマトネがすごい人気あるんで、はい、これは外で平気なんですね。外でね平気です。はい、落葉もしないのでいいですよ。まあ、すげえすげえ。うちのシマトネリコはなかなか大きくならないんですか。あ、いや、そんな話はいいやどうぞ大きくは、はい、どんどん行きましょう。はい、これ注文です。ごめんなさい、これじゃあちょっと重たいですけど、ここから使いとってください。マッサン、往復の木です。往復の木です。はい、カラーがまた安くなってきましたんで、まあまだ季節なんでね。そうだね、前回までだぞってなったけど、あ、母の日前は前回までが安くて、母の日過ぎたからこれギフト系が若干、そうですね、母の日はちょっとねちっこいの入れただけなんですけど、またモリモリしたやつが1000円です。はい、はい、またピエール・ドゥ・ロー・ロサン、これがまた非常に人気のある種類なんでね。はい、2つ入り。ここの生産者は、かわいい。はい。かわいいそうですね。このセントラルローズ。いろんなのをちっちゃいのから大きいのから作っております。はい。はい、ピエール・ドゥ・ロース。あ、ボリューム。うわこんな感じですね。まあ、知ってる場合、バラ好きの方はセントラルローズ知ってると思います。すごい有名な生産者です。はい。はい、それで黄色のバラが非常に少なくてなかなか入れてあげられなかったんですけど、実は今日は運よく買えました。まあ、黄色の欲しがってた方はね、すいませんが、こんな感じでいいのが入ってますんで、鈴木バラ園さんです。この場合間違いないです。しっかりします。黄色ってなんか育てづらいんですって。づらいんですからしいですよ。だから黄色バラです。これ、まあ、最近はどうなってるのか分かんないです。もう20年前の知識。確かに全体の 1,2 割ですね。見てみた。このミニトマトがね、今年、去年までは私もね結構850円で売っててね、結構いい高いです。今年はね非常に数少ないです。人気がすごいあってね、競りにかかんなくなっちゃった。前なん、出るときは5ケースぐらい出るんですけど、出ないときはもう1ケースも出ないです。そんな中で貴重なんで、はい、今回はちょっと割高ですけどね、今の相場としてはそんな高くはないです。食べてもよし、観賞用としてもよしですね、トマトって。あ、そうです ね、こんだけ存在感あるんで、いろんな種類が入ってます。アイコ、アイコちゃん、アイコちゃん2つ、はい、あとなんか他の種類が入ってます。なんか1つなかった上に。いいよ、後から行きましょう。やっぱアジサイ、いいね。これが2000、ひらがそこに1個外してたんだけど、あ、そうです。はい、こちらですね。今日はそういえば何推しだったの？推しどころじゃないのか、もう注文されるんで精一杯です。今日推しはね、そうなんですよ。本当はね、特化ないとかやりたかったんですけどね、特化どころじゃなくて、やっといくつかないが仕入れられたぐらいで、今日は全体的に2を揃えました。はい。はい。まあ、季節的には本当にアジサイなんですよ。これからまさにアジサイがね、庭で咲くようになってくるんで、アジサイ皆さんお待ちかね、はい、ただ話でね、一回もらったりとかあげたりして結構見てる方はいますんで、ちょっとご自宅用にどうですか。ちょっとリーズナブルな、ね、アジサイよく売れましたね。いや、かわいいな、ピンクが。そうなんですよ、今になってこのかわいいのもね、こうやってね、買いやすいお値段出てますんで、はい、ちょっとアジサイ少しかもしれないので、
札ついてる。あ、ついてます。これがね、あれだ。これが850円のやつ。こういう、松林のこういうの、あれだよね、すごく人気でしたね。リュウグウ、そう、リュウグウサって今なんか、なんとも言えない、この花。いや、ね、これも欲しかったですね、はい、他の人に。でね、またね、競りで安くなって買えたからね、このお値段、いいですね、魅力的ですね。はい、OK。で、ブルーはこれかな。で、この辺も、はい、こんなモリモリして、このお値段ですからね、もう本当に、アジサイちょっと欲しいわ、植えてみたいわ。安いからチャレンジしてね、来年以降こうやって探すのにチャレンジしてみたいなっていう方はぜひね、試してみるのもこのお値段だったらやってみようかしらっていう方はぜひぜひこの機会に、あ、ごめんなさい、じゃあこっちが一号だ。はいね、今のブルーダイヤでしょ。でこんなのもね、ちょっと変わったのあるんで、でマリンブルー、マリンブルー、マリンブルー、サフィニアパップ、あーあ、持ってきます、今日ね、日向持ってきますんで、お願いします。サフィニアパープルは違うな、ペチニア。今日朝寒かったから俺ヒートテックじゃなくてダウン着ちゃったよ、ウルトラダウン。あらら、あ、これもご紹介します。夏です。はい、はい、はい、ね、アジサイがやってまいりましたと言っている先から、次はもう真夏のこれはハイビスカス、ハイビスカス、ハイビスカス、あ、入ってんじゃん、これジップ、さっきの社長が持ってて、はい、ハイビスカス、こちらね、長風園さんだっけな、始まりましたね。あれ、母の日の時なかったよね。母の日は入れなかったです。入れなかったね。もうちょっとあえて、うん、今日に半熱を持ってきました。母の日はね、まだね、つぼみばっかりで咲いてなかったんですよ、ね、今度、ね、この長風園さんのはね、非常に物がいいですから高いんですよ。だからこれからどんどん上がっていっちゃうと思います、このやつは。ここの買っとけば咲くの間違いないし、なかなか大きいのは買えな、仕入れられなくなっちゃいますんで、ぜひちょっと一回試してみてください。長編さんもいいですよ。はい、はい、ハイビスカスじゃなくて、このブーゲンね、夏、もう真夏の花も梅入りだ。梅入りの葉っぱと、あとね、これはミックスでいろいろ入ってます。ブーチ、まあ、いろいろちょっとブーゲンもよく売れましたね、母の日。試してみてください。はい、はい、やっぱ人気ですね、ブーゲン。はい、ね、これから夏に向けて、いいですよ。ポトス、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 あれ、一個消しちゃった、うんうん、あ、こっちだ、これ、ミス、はい、はい、こっちをミスにしよう、はい、ミス、ポトス、これはミス、うん、一回、中で、これね、ちょっと、あれ、あれかと一緒に置いてくる、注文ですか、で、6鉢なんで注文。はい、あと今日はね、ローズマリーも結構出してくれてましたね。ローズマリーをね、探すとなるとね、こういう可愛いのがなかなかなかったりするんですよ。で、今ブルーの花も咲く、ローズマリーのマリンブルーってね、すごい綺麗でしょ。こういうのがね、なんかようやく出してくれてますね。数少ないと思う、ものすごいこういうのもね、高く取引されちゃうんで、今日はこれでも安いんですよ。4号サイズマリンブルーの綺麗なとこ、はい、さあ、何がこれからいいかちと、ラベンダー、ラベンダーのモリモリしたのもね、これから出てくると思いますけどね、このかわいい、まだ短いですけど、これがね、伸びてくるとちょうどいいんです。こういう締まってるのを買ってくださいね。あー、ラベンダーの匂い、そうそう、あ、買うときはちょっとちょっとふわっと触って書いてくれてね。ね、今社長が触ったみたいな。はい、めちゃいそうです。はい。ラベンダー。ラベンダー。ラベンダーよ。安い。はい、そして、そして。
ってなんかね、苗がそうな、さっき言われたけど苗が高い。皆さんやっぱりね、野菜と苗はこれから売れんだろうってみんな思ってるみたいで、売れたんですよ皆さん、花屋さんが。だからまだこの勢いでいっちゃえるだろうっていう思ってる感じがしました。売れましたね、苗も、うん、母の日の時は花苗すごく売れたね。あの毎みんなね、みんな来てくれてるんですね。はい、そしてユーフォルビア、こちらもね、ダイヤモンドスノーね、八重咲きのダイヤモンドスノーね、これもね大人気です。あの暑さも平気なんでね、あのユーフォルビア自体がいろいろ種類あるんですけど、非常に夏も丈夫です、強いので、ちょっとね涼しげなんでね、ちょっとお花と一緒にちょっと隣にね添えてあげるといいと思いますよ。はい、そしてこういうちょっとね、これもまたちょっと清々しいね、真夏これから暑くなるとこういうのが涼しく感じますね、爽やかな感じね。ちょっとこういうのを一緒の暑苦しい花ばっかりだとね、ちょっといいな、デイジーデイジーのスイリーね、この葉っぱと花と両方楽しめます、ねね、はい、デイジーデイジー。はい、何が人気かって、これも人気の種類。ただね、今日はね、これからモリモリしてくるんですけどね、ポップが可愛いって買ったら、ちょっとボリュームないんですけど、今までがモリモリなのを売ってたら、なんだろう、これ品がいいね、ちょっとね。モリモリだってくれるんでしょ、これ。あ、そうだ、盛り上がってきますけど。なってくれる。すごい、まあ、ブランドもんって感じですね、今。これからモリモリしてきます。どうペチニアも本当にね、今日に関しては、大人気でした。今日に関してはちょっと一時ね、かわいそうなぐらいのお値段だったんですが、まあまあ、でもいいでしょ。こんなんで100円です。こんないいのがなかなかないぞと。はい、ペチニアも大人気になってまいりました。で、真夏もへっちゃら、真冬もへっちゃら、まあ一年中通してね、安心。まあこういうゼラニウム、ここのがね、ちょっと頑張ってくれてますね。ずっと意外と高かったんですけど、まあ背が低いっていうだけで少し安くできました。はい、浜中さんのゼラニウムったらね。うちも今ゼラニウムすげえ綺麗に咲いてる、家で。で、ジニアはちょっとね、頑張っちゃいました。100円ギリギリ、もう、ちょっと目をつぶって100円にしちゃいました。まあ、ジニアちょっとね、人気あるんで、もういいや。ジニアと西行きは頑張っちゃってます。はい、マリーゴールドもね、すごい、まあ、どこ、安いところはね、あるんですよ。見た目、そんなに。何個があってんだ、これ3個か4個だったんですよ。やっぱりちゃんといいの選んでますんでね、真夏、平気で。安いのだから2個買うより、あれだね。そうですね。大きいね。いい感じ。それをもう1個植えとけばいい、ね、そんな感じだね、うん、はい、こんな感じのモリモリです。はい、これはペチニア、はい、の中のサフィニア、はい、サフィニアもモリモリ本当に盛り上がってきますから。ただね、これポットでした、ごめんなさい。いや、別に、うん、植えてもらう方にはいいです。だから器が可愛いのあったらそれにポット入れてあげてください。はい、サフィニア、物は最高ですからね、すごいバランスよく盛り上がっております。はい、サフィニア、パッ、こっち側からになりました、カメラが。はい、オクラ、オクラね、5個、4個ぐらい店に、じゃない、4個じゃないな、 10個ぐらい出ます、店にオクラ、はい、ちょっと注文あったんで言えたんで、はい、ぜひぜひこんな感じで、はい、オクラのね、はい、4本立ちだからね、結構オクラの中でもいいやつですからね。はい、オクラを初めて入れたんで、ちょっと一回中に入れて。はい、ハーブのミックスもね、すごい、いつも言ってるところのはちょっと100円でできなくなっちゃいました。なんとその代わりここも悪くないと思うので、なんかあんまり見ない、ラムジーヤもハーブですか。ラムジーヤタオルなんか味知らないですまあまあ、でもね、こういうのも勉強しましたので、こういうのもいろいろ書いてある。
そう。あ、こういうのも入ってるからちょっとね来て見てみてください。ラムギーヤ。そう。これ。これがラムギーヤなの？ドライフラワー。まあ、後でちょっと見てください。うまく食いつくところが。ちょっとじゃあ話します。でもラムズイヤーの苗自体珍しいよね。これじゃあ山本さん、あの、シロン。珍しいよね、ラムズイヤー。白大菊あってもラムズイヤーってあんま聞かない。うん、なかなか、たまたま入ってたっていうだけです。おーい。あとは、パレノですか。パレノですね。パレノももうお客様が後ろで待ってたり、待ち始めたりなったり、あさっさと。そうですね。ちょっとごめんなさいね。コチョウランもやっぱりね、一緒になってね、上がってきたのでます。上がってんの？上がってます。あらら白の、まあどうだろう、この辺のすごい長いのも減ってるし、短いのも意外といいお値段で、数が少ないんで、いっちゃいますね。でピンクなんてほとんどないんですよ。3本立ちを買うつもりがなんと5本立ちの方が安かったという。わあ、綺麗だ。だから今回の注文の方がお得ですね。はい、こんな感じで、はい、まあ今週やっぱりどうしてもね、さっき言ったように花を欲してる方が多いので、お姉さんが来週からちょっとね、もうちょっといろいろ豊富に、まあリーズナブルに、苗でいうと、トッパー苗のケースで1000円とか、1500円とか、そんな感じでもできるんではないかなと、ちょっと期待しております。今回これが落ち着くと、はい、まあまあ、またちゃんとしたね、はい、相場に戻って安くできていくんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ今日の C は、はい、朝の日終わったらねっていう人の注文があれなので、そうですね、ちょっとみんなの話の人ないから、まあでこちらのこっちの都合で、花屋さんの都合でちょっと話終わったらちょっとじっくり探させてもらうねっていう方の、今日は注文が多いので、はい、ちょっと全体量多かったんですけど、店のもまあまあ買ってますね。はい、はい、ぜひぜひ、まあいっぱいもらったりあげたりしてると思いますが、ちょっとねいいのないかなって探しに来てください。はい、分かりました。はい、お疲れ様でした。はい、どうもどうも。はい、よろしくです。はい。やばい。